はい、皆さんこんにちは。私は株式会社イデアの下島由美と申します。よろしくお願いいたします。はい、私のお仕事ですが、普段は中小企業さんのホームページなどを制作しております。皆さん、自分でホームページを作りたい、自分のお店をホームページで作りたいっていう方はバインドクラウドを使うととっても簡単にホームページが作れるので、今日は皆さんと一緒にホームページをバインドクラウドで作ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、これからログインしたいと思います。ログインボタンをクリックします。はい、こちらに ID とパスワードを入れます。バインドクラウドを起動するをクリックします。はい、こちらがテンプレートになります。バインドクラウドは見本となるテンプレートがご覧のようにたくさん用意されています。今回私は自分でテンプレートの方をデザインしてきましたけども、皆さんはこちらのバインドクラウドのテンプレートの中から好きなものを選んでデザインをすることができます。また素材とか写真もたくさん入っておりますので、こちらから好きなものを選んで皆さんをホームページの方を作っていただければと思います。今回私はデザインの方を用意してきたので、皆さんと一緒にこの私の作ったデザインを使ってホームページを制作したいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはネットサイトの方、ネットショッピングサイトの方を皆さんと作りたいと思います。こちらのテンプレートを、シンプルなものをまず選んでいただきまして、はい、こちらのサイトをベースにデザインをしていきたいと思います。はい、まずはマイサイトを編集するをクリックします。はい、次に自分が選んだサイトを編集したいと思います。はい、まずトップページから編集したいと思います。編集する際にこのページを編集するをクリックしていただきます。はい、まず編集管理画面が出てきました。こちらのまずヘッダーのロゴマークを私の作ったデザインに変えていきたいと思いますので、ここを編集するためにクリックをします。そして編集ボタンを押します。はい、この管理画面が出てきました。はい、でこちらをクリックしていただきまして、画像を変更したいと思いますので、画像変更ボタンをクリックします。そうしますと画像をアップレート、先ほどアップデートしたんですけども、こちらの中から自分のはめ込みたい素材をクリックしたいと思います。はい、そして選択ボタンをクリックします。はい、差し込まれました。それで、まあ、画像の大きさを変更したいと思います。横が200の縦が62。ロゴマークの方が変更されました。そこで適用ボタンを押します。はい、閉じるボタンを押します。そうすると、ちょっとプレビューボタンを押しますけども、この下にプレビューボタンがちょっと見えますかね、あるんですけども、見えないですかね。はい、ここのプレビューボタンを押していただきまして、プレビューしますと、先ほど差し替えたロゴマークが反映されてますね。
はい、まず反映を確認しましたら、元に戻りたいと思います。はい、まずロゴマークが差し替え完了しました。次に、メインビジュアルを変えたいと思います。メインビジュアルを変えるときは、ここをクリックします。そうすると編集ボタンが出てきますので、編集ボタンを押します。ここのシフトを開くボタンをクリックします。そうしますと、先ほどの管理画面が出てきますね。で、画像を差し替えたいので、まずこちらの画像を削除します。はい、OK ボタンを押します。で、また削除します。 OK ボタンを押します。はい、また削除します。 OK ボタンを押します。それで新規画像を入れたいと思います。で、先ほどアップロードした素材の中から、自分が入れたい写真を入れます。まず、こちらですね。入れたい画像を選択しまして、選択ボタンを押します。はい、反映されましたね。で、2枚目を入れます。2枚目はこちらを選びます。はい、選択ボタンをクリックします。はい、反映されましたね。で、3枚目をクリックします。はい、選択ボタンを押します。はい、簡単ですね。3枚ともはめ込みが完了しました。で、こちらで保存をします。はい、それで適用を押します。閉じます。はい、見ての通り、もう反映されてしまいました。はい、プレビューで画面を確認したいと思います。はい、どうでしょうか。簡単ですよね。写真3枚がこちらにこのように反映されました。はい、じゃあ元に戻りますね。はい、続きましては、ですね、こちらの黄緑の帯をね、色の変更したいと思います。また編集ボタンを押したいと思います。そうしますと、こちらから背景画像設定ボタンを押しまして、背景画像をクリックします。ファイル選択を選びまして、背景画像をクリックしたいと思います。それでこの中から自分が好きなバックグラウンドの画像を選択します。かなりね、豊富な数の素材が用意されてますので、個性のある素敵なサイトができると思います。まあ、私は今回シンプルなデザインにしたいので、この素材の中から黒のストライプ、横のストライプっていうか、何ですかね、横の何ていうんですか、斜線の素材を選びたいと思います。ちょっと見えづらいんですけども、横に黒い四角い素材に、こう斜めにストライプが、細かなストライプが入っている素材を選びたいと思います。それで選択を押します。選択ボタンを押します。はい、それで適用を押します。はい、そうするとプレビューで確認します。こちらのように帯が黒に変わりました。で、文字が見えなくなってしまったので、文字を白文字にしたいと思います。もう一度この帯の上をクリックします。そうすると編集ボタンが出てくるので、編集ボタンをクリックします。はい、こちらを一回削除しますね。それで、まあ適当に日付を入れまして、8月1日にでもしときますか。はい、こちらを選択しますね。選択しまして、色を指定する。はい、白を選択します。 OK ボタンを押します。はい、適用を押します。はい、こちらが反映されましたね。プレビューで見てみます。このように、文字が白に変更されました。はい、戻りたいと思います。
続きまして、こちらの写真を画像の変更したいと思います。まずここの上をクリックします。そうすると編集ボタンが出てきますので、こちらの編集をクリックします。これ1234ってありますけども、こちらの画像を変更したいと思います。まずこちらをクリックしていただきまして、変更ボタン、変更画像、画像変更ですね、画像変更ボタンを押します。そうしますとこのようなウィンドウが立ち上がりますので、こちらで変更したい画像を選択します。まずはこちらですね、こちらの画像を選択します。選択ボタンを押します。そうすると画像が変更されますね。次に2枚目の写真も変更したいと思いますね。こちらをクリックします。画像変更ボタンを押します。2枚目の写真はこちらの虎の写、あの絵にしますね。こちらを選択しまして、選択ボタンを押します。そうすると画像が変更されます。続きまして3番目の写真を変更したいと思います。画像変更ボタンを押します。今度お花の絵を選びたいと思います。選択ボタンを押します。変更されました。4枚目の写真を変更したいと思います。こちらの画像をクリックします。画像変更ボタンを押します。こちらの写真を選択して選択ボタンを押します。写真が差し替わりましたね。これで適用ボタンを押したいと思います。閉じるボタンを押します。このように画像が変更されました。プレビューボタンで確認します。このように写真が変更されました。だいぶね、ホームページっぽくなってきたと思います。もともとのテンプレートもね、素材を変えるだけで全く違ったイメージに変わりますね。今度はこちらの金額をね、ちょっと変更したいと思いますので、編集ボタンを押します。じゃこちらをちょっと入れますね。ローマ字なんですけども、このタイトルが、ちょっと英語で入れてみました。それでこちらはアートなので、バッグをアートに変えます。アートで16万2000円ですね。こちらで適用、ちょっと確認してみましょうか。こちらが反映されてますね。一応プレビューで確認します。まず1つ目が変更されましたね。で、他のものも全部変更したいと思いますので、1回画面に戻ります。じゃこちら編集ボタンを押します。2枚目の画像をクリックします。こちらは、タイトルを入れます。で、こちらもアートで変更で、2000円ですね。次もいきます。これはパッションですね。ファッション。こちらもアートですね。16万2000円。で、4枚目のアートを。こちらもアートになりますね。4枚とも、画像とテキストが変更になりましたね。こちらで、適用ボタンを押したいと思います。反映されましたね。このように、テキストが変更されました。続きまして、こちらのカテゴリーの編集に入りたいと思います。
はい、じゃあこちらをクリックしまして、編集ボタンを押します。はい、こちらなんですけども、まずこちらをこうクリックしまして、画像変更ですね。画像変更をします。エディターモード、ちょっと変更、エディターモードに変更しますね。エディターモードに変更しまして、画像変更を押します。すいません。あ、ここダブルクリックします。ダブルクリックしますと、はい、先ほどの、バナーが出てきますね。で、こちらを、変更、写真の変更したいので、ちょっと待ってくださいね。はい、ですね。こちらを変更したいので、削除をしますね。まず削除をしまして、画像をボタンを押しますね。で、画像をここから選びます。はい、まず小さな画像を選びますね。はい、こちらになります。はい、選択ボタンを押します。それでこちらの大きさをピクセルが、60まで、60、はい、60に、しました。ここちょっと見てもらっていいですか。こちら、ここを60、60、この大きさが60なので60に変更しました。で、この枠の中に入るようにしまして、はい、こちら皆さん、これ縦軸と横軸のこれ00、この枠の中に入る大きさがこの0と0ですね。で、写真の大きさが60と60に変更しますね。それでこちらに入れたいテキストの文言を入れます。ちょっと見づらいのでバックグラウンドをちょっと白にしますね。はい、で、こちらの文言の変更をしたいと思います。はい、で、こちらがアートになりますね。OK ですね。はい、変更されました。で、完了ボタンを押します。そうしますと、はい、画像が変更されます。一回プレビューで見てみますね。変更されたかどうかチェックしたいと思います。はい、こちらの通り変更されました。はい、他のものも同じように変更したいと思います。はい、編集ボタンを押します。はい、こちらをクリックします。ダブルクリックします。そうすると編集画面になるので、はい、まずは、バックグラウンドが見えづらいので黒にしますね。それで写真をこちら削除します。削除しまして、新しい写真を挿入しますですね。はい、選択します。で、60にします。はい、60になりました。はい、で、こちらの、文言の変更をしますね。はい、こちらも変更します。変更するときにこの鉛筆マークをちゃんと押してくださいね。そうしますと、文字が入力できます。完了ボタンを押します。そうしますと、はい、こちらね、変更されましたね。ちょっと確認してみますね。はい、こちらね、変更されてますね。じゃ、続いてこれを同じことを、1、2、3、12回繰り返すんですけども、はい、こちらもダブル。
これちょっと小さな画面で作業してるんですけど、拡大することもできますからね、こうやってね。で、拡大してやることもできるんで、まあ私はちょっと小さな画面でやっちゃってるんですけども。はい、って完了しますね。はい、変わりました。はい、次はこちらの3番目のブロックをやりたいと思います。これはセールではなくてニューアートにしたいと思います。はい、じゃあすべて変更が済みました。はい、ここでプレビューで一度確認したいと思います。はい、写真が差し替わりまして、テキストもすべて変更されました。はい、続きまして、このセール画像、ちょっとイベント画像にしたいと思いますので、こう変更したいので、変更の編集ボタンを押します。はい、こちらセールっていう画像がありますよね。で、これを変更したいと思います。はい、ですね、作った画像が、こちらですね、こちらになります。選択しまして、選択ボタンを押します。差し替わりました。これで適用ボタンを押します。はい、プレビューしますね。はい、イベントボタンに変更されました。はい、続きまして、こちらの、文言をちょっと変更したいと思います。こちらをね、エキシビジョンっていう、エキシビジョンという文字に変更します。はい、閉じるボタンを押します。はい、プレビューします。はい、こちらも変更になりました。続きましては、こちらの画像を変更したいと思います。編集ボタンを押します。はい、まず1番目の画像を変更したいと思いますので、画像変更ボタンを押します。はい、どの写真にしますかね。はい、こちらの写真を入れたいと思います。小さい。はい、選択ボタンを押します。はい、変更されました。はい、2番目の画像をクリックします。画像変更ボタンをクリックします。はい、2枚目の写真を選択します。はい、選択ボタンを押します。はい、3枚目の写真も変更したいと思います。画像変更ボタンを押します。はい、写真を選択して、選択ボタンを押します。はい、変更されました。はい、4番目の写真も変更したいと思います。画像変更ボタンを押します。選択ボタンを押します。はい、すべての写真がはめ込みました。はめ込みが終わりましたね。で、こちらの、文言も変更したいと思うので、エキシビジョンスナップにします。エキシビジョンスナップにします。はい、エキシで、こちらもエキシビジョンスナップ、ビジョンスナップスにします。こちらもエキシビジョンスナップスにします。はい、こちらもエキシビジョンスナップスにしますね。はい、こちらもね、じゃあ2014年の8月にしましょうかね。8月。こちらも2014はい、すべての変更が終わりましたので、適用ボタンを押したいと思います。プレビューで確認しますね。はい、無事に写真が変更されました。はい、こちらの文言も修正されましたね。はい、あとはこのサイトではフッターだけになりますね、こちら。はい、じゃあフッターの方の変更をしたいと思います。
はい、まずですね、設定、こちらですね。じゃ、こちらの色をちょっと変更したいと思います。薄いグレーに。はい、まずはちょっと一回確認したいと思います。無事にグレーになりましたね。じゃあまた編集ボタンを押します。今度はロゴマークを変更したいと思います。はい、こちらに変更したいと思いますので選択して選択ボタンを押します。はい、200の62ですね。もう一回ちょっと念のために再度アップしますね。はい、大きくなりましたね。そしたらですね、イベント、コンタクト、ちょっと適用ボタンを押します。はい、閉じます。はい、一回こちらでもう一度確認しますけど、プレビューボタンがね、このちょっと私の後ろで隠れてしまってるんですけども、こちらを押しますと、このようにね、見れるんで、ちょっと画像がおかしくなってしまったので、もう一度戻ります。はい、こちらを、不透明度、これバックグラウンドが白になっているので、さっき違和感がありましたよね。これを透明にしたいと思います。はい、完了ボタンを押しますね。適用ボタンを押します。プレビューボタンを押します。はい、綺麗になりましたね。はい、続きまして、こちらのですね、カテゴリーをちょっと削除したいと思いますね。こちらで編集しちゃいますね。はい、まずは、いらないものをちょっと削除したいと思いますので、はい、ここは3つ、ちょっと待ってくださいね。ここ4つなんで4段になってるので、これ3段、どっちも、どれも3つずつにしたいと思います。はい、ってことは、コンタクトがいらなくなっちゃうので、はい、こちらを削除したいと思います。オフにしますね。オフにして、コンタクトをオフにして、ワクションガイド、ちょっと待ってくださいね。一応プレビューで確認します。はい、無事に削除されてますね。はい、もう一回こっち側とこっち側をちょっと削除したいと思います。こちらをこのようにしますね。で、3段目もこちらをこのようにします。で、適用させます。はい、プレビューで見てみますね。はい、どれも3行になりましたね。そしたら、今度はこちらの文言を、変えたいと思います。要はページの名前が変更されるわけですね。
こちらをまた編集しますね。じゃあここを今度はアワストーリーを大文字にしたいと思います。はい、大文字にしました。で、今度はこちらはイベントにしたいと思います。はい、次はこちらをコンタクトにしたいと思います。はい、続きましてこちらになりますね。こちらのファクションをガイドにしたいと思います。はい、続きましてこちらペイメントにしたいと思います。はい、でこちらがプライバシーにしたいと思います。はい、次に3番目になります。こちらをまあですね、イデアの、まあ、弊社の名前なんですけども、サイト、にして、はい、こちらが Facebook にしたいと思います。はい、次にこちらが Facebook イデアにします。い、で適用します。プレビューしたいと思います。はい、こちらで、はい、あ、こちらがちょっと残ってましたね。あ、反映されてないかな、Facebook。じゃあこちらがイデアのサイトにしようか。こちらがちょっと反映されてなかったので、こう、したいと思います。はい、閉じます。はい、プレビューで確認します。はい、無事変更されてましたね。はい、ここでちょっとリンク先の指定をしたいと思います。はい、こちらはまあ、アワストーリーは、はい、アバウトページにリンクしたいと思います。で、こちらのコンタクトは、コンタクトページ、お問い合わせ、すいませんね。お問い合わせにリンクしたいと思います。で、イベントページはキャンペーンページにリンクしたいと思います。はい、2番目がガイド。ガイドはご利用ガイド。ご利用ガイドで OK ですね。ペイメントは特定商取引法ですね。はい、こちらのプライバシーは個人情報保護法。ですね。はい、3番目のリンクは Facebook。これはまあちょっとダミーで、まあちょっと今回は Facebook は自分の、公開している Facebook のアドレスをこちらに入れてもらいます。リンク先ってとこですね。はい、こちらも、まあ、企業ページがあれば Facebook の企業ページなどのリンク先をこちらに貼ってもらいます。コピペしてもらいます。あとは会社のホームページとかもしあればですけども、私ちょっと会社の方のホームページのアドレスをこちらに入れたいと思います。で、以上で一応フッターの設定を終わりましたので、適用ボタンを押します。はい、一応これでまあフッターのリンク先の設定も完了しましたね。
で、まあ、一番重要なグローバルナビゲーションもちょっと変更したいと思います。はい、こちらですけども、ページ数がちょっと減るので、はい、まずホームは必要ですよね。ホームは必要なので、こちらはアートにしたいと思います。はい、アートにしたいと思います。トップページに、セカンドページ、2つ目がアートで、で、こちらがイベントにしたいと思います。4個目がアバウトにしたいと思います。はい、こっち最後のところがブログにしたいと思います。で、これは必要ないので、削除しちゃいますね。ナビゲーションは5つにしたいと思います。で、トップページホームがホームなので、で、セカンドのアートが、アートページ、商品ページ、商品一覧になりますね。で、イベントページがキャンペーンページになりまして、アバウトがアバウトページになります。で、こちらは、自分のブログのね、アドレスなどのリンク先を入れたいと思います。はい、で、以上で一応、グローバルナビゲーションもセッティングが終わりましたので、適用ボタンを押します。はい、閉じます。はい、プレビューします。はい、こちらのように、グローバルナビゲーションも変更されました。はい、トップページの一応制作は以上でおしまいとなります。とても簡単だと思います。はい、今日はトップページのみ作ってみました。他のページも同じような要領で制作していただければと思います。バインドクラウドですけども、どこでもブラウザとネット環境があれば、更新制作ができる便利なツールになってます。テンプレートやデザインの量も豊富にございますので、好きなテンプレートとデザインを選んで、ホームページを気軽に作ることができます。ウェブフォントも搭載されていて、様々な種類の文字を使って制作することができます。ぜひ、バインドクラウドを皆さん使ってみてください。